高田正雄は日本の舞踊家である。浅草オペラの時代に赤坂のローヤル館、松竹の新生歌舞劇団、根岸工業部の根岸大歌劇団等で活躍した。本名は中村照義。石井清と並ぶ日本洋舞会の開拓者。鹿児島県鹿児島市、新屋敷通り町出身。父、群助は欧州航路で初抜き関長になった人物。 鹿児島市立松原小学校在学中に父が死亡し、姉妹と共に母一人によって育てられる。鹿児島県立第二鹿児島中学校卒業。中学の同窓の友人に安藤寺氏や谷口馬二がいる。旧正中学卒業の頃に上京し、1913年試験に合格して帝国劇場歌劇部に第二期生として入る。 オペラ指導者イタリア人、ローシーの指導を受け、翌年バレエの主役に抜擢され初舞台。同部は1916年に解散、ローシーが同年10月に赤坂、ローヤル館を開業し、オペラ工業を行い、参加した。1918年、原聖子と結婚、原は高田聖子と名乗るようになる。ローヤル館は19、1919年2月には解散となる。 同年5月、小竹が浅草公園6区の浅草オペラに参入、新生歌舞劇団を結成、高田夫妻はこれに参加する。1920年8月、根岸工業部の金流館監守、根岸吉之助が、新生歌舞劇団から、高田夫妻、清水金太郎、清水静子夫妻、田谷力蔵、堀田金星らローヤル館出身者を引き抜き、 根岸大歌劇団を結成、同年10月11日に旗揚げ公演を行った。金流館と同歌劇団を中心に、浅草オペラは流星を極めた。関東大震災前の1922年妻と共に欧州、米国へと立ち、各地で舞踊を研究した、1924年3月、根岸大歌劇団は解散しており、浅草オペラは下火になっていた。 帰国後の同年、高田舞踊研究所を設立した。小畜学劇部の顧問も務めた。1929年5月24日、死去した。満33歳没。安藤寺氏の手による胸造が、妻の聖子から1966年鹿児島県文化センターへ、開館記念に贈られた。名作に、通行、県の舞、東洋の幻想などがある。 ありがとうございます。